こんにちは。源太郎の机始まりました。源太郎の机では、私の気丈からいろんな、ことを説明していきたいと思います。よろしくお願いします。で、こちらにありますのはシンガポールで買った、お土産でございます。でですね、こちらはシロソウトリデに行った時に、そう、心優しい神様のようなね、シンガポールの方がくださったものです。これ大切にしていきますので。はい。で、そう。で、これポテトチップスね。なんか、そう、シンガポールから来る時に、ちょっと取られるんじゃないかなって思って、ただ食べ物持ち込み禁止っぽかったので、バッグの下に忍ばせて持ってきたわけですが、まぁ、ちょっと高価なもののお土産買ってしまうと、取られた時にダメージが大きいので、ちょっと安いもの、全部1ドル50セントぐらい、150円ぐらいなんですけど、まぁ、それぐらいのものを買ってきました。はい。で、ちょっとこのレビューはできないです。ごめんなさい。こちらは、まぁ、家族と親戚にあげるようなので、でもこれ食べたんですよ、これ。そう。これを食べて、そう、これのレビューはできます。海苔塩味ね。海苔塩味。そうで、これマレーシア産なんだよね。マレーシアのから輸入したものをシンガポールで売ってて、シンガポールで食べられてるって感じです。シンガポールって、マレーシアの先に着いた小さな国なので、そう、自国で生産しているものは本当少なくて、そんな感じ。だから、食べ物とかになると、マレーシアとかになっちゃうのかな、って思います。で、これの味はね、そう、ジャガイモの味もしたし、そう、しょっぱいかな、日本のよりも。そんな感じです。海苔の香り、磯の香りがして、いい香りでした。まあ、そんなところかな。なんか、これといったものはないです。で、この下が、トリュフ味で、自分食べたことないんで、ちょっと、後で家族と食べてみます。トリュフ味ね。美味しかったら、またシンガポール行った時に、代行販売しますので、よろしければなんか、これ、今度買ってきて、って言ってください。メールとかで。はい。で、まあ、こちらと、まあ、これはいいんだ。はい。2月ね。あれ ?2 月のカレンダーになってる。これ行く前の状態ですね。3月です、今。3月の10日でございます。これ食べよっかな。なんか、古くなっても嫌だし。ちょっと食べる。どうしよう。開けるのどうしよう。これはセブンデイズって言って、クロイッサンって書いてる。それでクロワッサンって読む。セブンデイズはマレーシアですね。これもマレーシア産ですね。こんな感じ。あ、美味しいぞ、これ。小麦の味するし。バターはちょっとな、バターって感じでもないしね、マーガリンって感じですね。あんまり体に良さそうではない。けどまあ美味しいね。まあ、こんなところです。まあこのレビューは終わりってことで。はい、ではお待ちかねの。こちらです。まあ、これはいいよ。これ、シンガポールのお土産じゃなくて、お母さんからもらったんだよね。なんか、知らんけど、これ、もらいました。ガチャガチャ?まだ、子供扱いされてんのかな?これなんていう乗り物なんだろう。新幹線試験車両。試験車両だって。へぇー。
まあ嬉しいね。なんかもらえたら。まあ、昔好きだったんだよ。なんかプラレールが好きで。うん、カプセルプラレールね、これ。ありがとうございます。はい、じゃあお待ちかねのこちらですが、ピカチュウのシンガポールで買ったマスコットなんですけど、そう、こちらだけ開けます。で、こちらは、ちょっいとこと妹へのお土産ということで、こちら、present for you, 源太郎って書いて、妹にあげます。ピカチュウね。すごい可愛らしいんですよ。こっちね、もう先開けちゃったんだよね。先開けちゃったんだけど、チームギャラクティック。銀河防衛団なのかな？なんか、ピカチュウの。ほら、可愛い。可愛いね。カードも入っております。カードちょっとフィルムに入れて大切に保管したいと思います。そう、こういうのがあって、可愛いんですよ。で、質感も良くてね。こんな感じ。いいでしょ。うん。いい感じね。細部までちゃんとしてますね。ちょっと重さはある。重くはないけど。で、これがカードです。はーい。こんな感じ。こんな感じ。中国語で書いております。そう、16ドル90セント。1700円ぐらいです。で、まあ、ね、今回は、ちょっとお土産にすることはできなかったんですけど、代行販売、今度シンガポール行った時にやろうかなって思って。うん、欲しかったらなんか、メールで教えてください。かわいいでしょ、これ手に乗っちゃうんだよ。かわいい。うん。いいね。これで、なんか、戦うぞって顔してますね。はい。じゃあ、ここら辺に置いときます。まあ、これはね、ちょっと開けられないですね。ちょっと妹が開封したら、ちょっと、また動画にしようと思ってます。はい。ってことで、で、なんか僕、この机のレビューもして、机のレビューって変だな。机のね、何が置いてあるのかってね。まあこれカレンダー、ちょっと古いです。1ヶ月前のカレンダー。で、これ、市民農園募集案内ね。ちょっとネットで農地欲しいなって調べたら、借りられるってことで、そう、市民農園募集案内見つけて、で、お父さんにこれお誕生日プレゼントにしてほしいって言って、してもらいました。でね、これが世界地図。なんか変なとこで切ってあるなって思うんですけど、僕やっぱね、アジアが好きなんですね。アジアをこれからどん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 見ていきたいと思います。シンガポール、ここでーす。そう。でね、内モンゴル自治区はね、ここら辺かな？ここら辺。で、行ったとこここら辺。銀線。銀線がここら辺かな、うん、で、アラシャン先ってここまで行きました。で、富樫先生がいるウズベキスタンです。アラルカイね。ここで職員してる。ここもいずれ行きたいと思って、訪れたいと思ってます。で、あとはね、そう、フィリピンとかも行ってみたいな。フィリピンも行ってみたいし、そう、あと、バングラディッシュ。シンガポールの旅行中、バングラディッシュの人に温かくしてもらったんですよ。バングラディッシュってお米いっぱい食べてるイメージだし、そう、貧しい地域なのかな。で、40年前に、なんか、そう、日本が独立を認めたとかで、なんか、それからずっと支援を田中学園の時からしてきたみたいで、すごい現地の人は、新日って話聞いてましたが、もうシンガポール行った時に、もうここまで買ってぐらい優しく、ね、してもらって、で、ゴンドラにもね、乗ることができました。今日は本当に感謝してもらいます。バングラディッシュ行ってみたいな。うん、で、マレーシアね、これ。マレーシアの先っぽについてます、シンガポールが。で、これ日本です。はい。そんなとこでーす。あ、地図切れちゃったか。まあ、以上。